スキップ寺田純也の歩くことが楽しくなるチャンネルこんにちはスキップの寺田です歩くことが楽しくなるチャンネルへようこそ今回は姿勢を良くするために覚えておくべき3つのことの2つ目バランスを取ることについてお話しします前回の復習ですが気をつけをしたり姿勢を良くしようと思ったりするとどうしても体を固めがちになります いい姿勢イコール何か決まった正しい型があってその方に自分自身を押し込めようとしていませんでしたか姿勢には決まった方がああるわけではありまません決まりきった正しい型を目指してしまうとどうしても余分な緊張を伴った状態になりがちなので結果的に疲れや痛み、懲りなどの症状が出てしまいまいす今回はこの正しい姿勢の代わりにバランスについて考えてみたいと思います。 ここでこんな感じのテントをイメージしてみてください。ポールを立ててロープでバランスをとって組み立てます。この時どちらかのロープのテンションが強いとそちらに偏って倒れてしまいますしどちらかが緩くても同じようにうまくいきません。両側のロープがそれぞれ適度なテンションで支え合うのでテントはバランスをとって崩れずに済むわけですね。同様に人間はこのような感じで体の前後左右の筋肉が 適度に緊張することによってバランスを取りながら立つことができます。この時姿勢反射という反射が無意識のうちに働いていて瞬間瞬間に姿勢を調整しています。つまり僕たちは常にバランスを取りながら動いているだから立っていられるということを覚えておきましょう。歩き始めの赤ちゃんがふらふらしながら歩いているところを想像してみてください。動きの中でバランスを取りながら一歩一歩進んでいく姿は 本当に感動的ですね。正しい姿勢を思う代わりにバランスを取りながら動いていると思ってみることをお勧めします。ということで今回も最後にワークをやっていただきます。その場で両足を肩幅ぐらいに広げた状態で立ってみてください。まず体の体重を少しずつ右足側にかけてみてください。その次に反対側の左足に体重をかけてみてください。 この時自分の重心が床のどの辺りにあるかイメージしながら少しずつゆっくり動いてみてください。はい。では元の状態に戻ってください。今度はかかと寄りに重心を移します。体のどこかに緊張を感じますかでは今度はつま先側に重心を移してみてください。はい。またバランスが取れるところに戻ってください。 まだ今も体の重心が繊細に動いているのを感じますか体のどこかに緊張を感じますか何か気づきはありましたかぜひバランスをとりながら動いていることを1日に1回でいいので思い出してみてください。ということで今日の講座は以上です。次回は骨格で立つことについてお話しする予定です。それでは次回お楽しみに